です。大きな人気を集めた峰竜太、安田雅彦が内寄りに構える第12レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートを切ってきました。ダッシュ勢好タイミング、ゼロで踏み込みながら4番、6番、6号艇、4号艇、好ダッシュ、片から4号艇、襲いかかる山口、乗ってくる5号艇、伊藤誠司、切り込んでバックへ入った。5号艇の伊藤誠司の懐、6号艇の萩原も混戦を捉えた。6番、5番、4番、このカードはダッシュ勢でありますが、6号艇最長へぐったから6号艇の萩原先頭で回ってくる。前提スターター正常、5号艇の伊藤誠司、4号艇も思い切る中を割るか。山口もふわっとスライド流れた。5号艇伊藤コンセントライター、伊藤誠司が6号艇の萩原を抜き去りました。現在5番、6番、4番も6号艇の萩原絞り込む。4号艇山口が抵抗反発、その後方から1号艇の峰竜太の逆襲という展開。6号艇4号艇張り合った展開、1号艇飛び込んだ、峰竜太のごぼう抜き、好旋回か逆襲、張り合った山口萩原の後方4番手から突き逃しません。全速雑誌1号艇の峰竜太、迫力満点のコーナーワークで峰逆転。4号艇思い切る旋回繰り出した山口、やはりドリーム戦ハイレベルのコーナーワーク。1号艇の峰竜太しかしながら2番手道中逆転、3番手4号艇の山口達也、インコースから6号艇の萩原もやってくる展開でありますが、先頭は混戦競り勝った5号艇の伊藤誠司。ふわっと浮かんだ峰、さあ後方から圧力与える峰竜太、道中4番手から見る間に前の2人を抜き去り、ついには5号艇の伊藤誠司まで捉えた峰竜太。1マークの展開が嘘のよう。1号艇の峰竜太、土壇場の大逆転峰竜太。上位は1番、5番、4番、先頭1番の峰竜太、五輪2着で5番の伊藤、4番の山口が3着、6番の萩原4番手、後方2号艇の安田中心です。3連単では1、2、4の組み合わせが一番人気となっているようです。第9レースの予選競争です。進入コース内側から1番、2番、3番、ダッシュが4番、6番、5番です。スタートしました。6コースから5号艇の山崎、5コース6号艇馬場、わずかにコースアウトを切りました。まずまくっていくか。3号艇の赤岩、1号艇の林が突っ張る、切り込んできたのは4号艇の瓜生、あるいは2号艇の桐生が続くんですが、1号艇林芳則が1から押し切って先頭、2番手4号艇瓜生正義、3番手ラスは4艇混戦か。スタートは正常です。2番手1号艇林がクリアします。2番手ですが4号艇瓜生が握っていく。3番手は3号艇赤岩全速戦、切り込んできた2号艇桐生、6号艇馬場になります。3番手ラス現在一歩先行は2号艇桐生順平、4番手からは3号艇赤岩、6号艇馬場が続きます。2周1マーク1号艇林、4号艇瓜生がクリア。3番手2号艇桐生先に回っていく、握っていった3号艇赤岩になります。赤岩が外から襲いかかってかわせるかどうか、内から懸命にしのぐ2号艇桐生になります。3番プラス2艇が並走状況、これから2マーク、1号艇林、4号艇瓜生の順でクリア。3番手内から2号艇桐生が先に回ってきます。3号艇赤岩が差し返すか、内を狙ってくる3号艇赤岩になります。現在3番手2号艇桐生が今度は2番手の4号艇瓜生を捕まえるか。2番手争いは4号艇瓜生が外、内2号艇桐生並走になりました。最終周回1マーク、2番手争い2号艇桐生先に回ります。つけ前に行くのは4号艇瓜生になります。外4号艇瓜生、内から受け止める2号艇桐生、依然として2番手並走も、内から2号艇桐生が今度は判定し2番手先行、4号艇瓜生は下がらく3番手。これから最終ターンマーク、まくりを跳ねのけた1号艇林が逃げて先頭です。2番手は2号艇桐生先に回って優勢か、握っていく4号艇瓜生が3番手、さらに2号手の桐生が先頭手を捉えるか。さあ大逆転だった2号手の桐生、2号手の桐生逆転ゴール。2番手が1番の林、3番手4番瓜生、そして3番赤岩、5番山。雨降りの中緩やかな追い風、第5レース隅の井ファブ、インコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番、まもなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。
コーススタートはインコース2コース1番6番ダッシュ勢から4号艇5号艇ですが、1マークはまず逃げる1号艇の藤丸、握っていった3号艇4号艇、刺して6号艇5号艇2号艇と回って、さあバックスイッチは1号艇で陰線からの藤丸光一、一定身で迫ってくる6号艇の桐生順平で、早くも人気の両者1番6番一定身、あとは3号艇後ろ4番5番接戦状態、最後方に2号艇となっています。なおスタートは正常でした。ナインタンマークまずトップで待って1号艇の藤丸光一、その後ろ握ってくる6号艇の桐生順平、懐から攻めてくるのは3号艇4号艇ですが、先頭1号艇2番手6号艇人気の両者変わらず、3番手は3号艇の東純喜でレーサー2周目となります。先頭には現在1号艇ですが、後ろ差を詰めて6号艇の桐生、3番手に3号艇の東が上がってまいりました。2周目で出したマークトップで待って1号艇の外から全速で6号艇の桐生純平ですが、さあ届くかどうかですが、1号艇6号艇差が縮まってまいりました。現在1号艇の藤丸光一、一定身で6号艇の桐生純平、その後ろ大きく水が入って3号艇の東純喜、あとは4号艇、後ろは5番2番の順になっています。ラインタンマークトップで回って1号艇の藤丸光一、そして2番手また握って回って6号艇の桐生純平ですが、ここもわずかに1号艇がしのいでいまして、一定身で6号艇3番手3号艇、現在は163で最終周回へと入ります。先頭は1号艇陰線から踏ん張っています藤丸光一、2番手から猛追6号艇の桐生純平、最終周回で第1ターンマークも1号艇の外からまた握った6号艇の桐生純平ですが、ここでアウトから抜いてつけまい決まった6号艇の桐生純平、ここで6番と1番と人気の両者が6番1番に変わって、その差は2艇身から3艇身、後ろ3号艇で613で最後のスリットラーを通過、あとは4号艇5号艇2号艇の順、最終ターンマーク握って全速戦で6号艇の桐生純平が逆転の先頭で白星発進、2番手1号艇の藤丸光一、住の A5 人気の両者、3番手に3号艇の613となっています。先頭6番ゴーリー、1番ゴーリー、3番ゴーリー、4番ゴーリー、5番2番ゴーリーを見せたいところです。本番は5対1と分かれました。第4レースの予選競争、人気は6番ブス島から相手候補5番滝沢、2番太田に上がりました。1番2番6番3番5番ダッシュ4番スタートを切りました。インからトップスタート、1号艇の遠藤浩二、素晴らしいスタートを決めていきました。さあブス島は3コースからどう攻めるか、まくり出しを狙っていくでしょうか、入れなかった、外へ流れました。1号艇遠藤が押し切って内から刺して3号艇松本です。スタートは前提正常でした。1号艇遠藤がトップ、内から接近3号艇松本、その後ろ2号艇6号艇外へ競り合って、内から進出4号艇渡辺、ラストは5号艇滝沢となっています。1周2マークは3号艇が先に回っていく松本、行かせてさばく1号艇遠藤浩二になっていますが、3号艇1号艇並走、さあ回ってからの押し比べは3号艇の松本の方が少し前でしょうか。1号艇遠藤懸命に打って踏ん張っています。3号艇1号艇定冠一定身、そして3番手は現在単独6号艇ブス島、ブス島の追い上げも注目です。2周1マーク3号艇の後ろ全速で行く6号艇、内がくるっと1号艇遠藤となっています。突破争いまだ続いています。3号艇の松本と1号艇の遠藤定冠は一定身あるかないか、そしてその外6号艇ブス島誠、まとめて2艇飲み込むシーンもあるのかどうか。レースは2周2マーク、3号艇の松本から1号艇の外へ行った6号艇ブス島、ブス島を全速ターン、まずは1号艇を飲み込んで3号艇にも迫る勢いだ。さあ6号艇のブス島やってきた、3号艇の松本リードがなくなってきた、6号艇ブス島が外から一定審査迫ってきています。現在上位3番6番1番トップ争いまだついて3周1マーク、ここも2位が6号艇ブス島、ブス島全速ターン、つけ前を狙っていきますが3号艇こらえた、3号艇こらえた、松本こらえています。さあその後ウィリーでなんとか推進力を持っていく6号艇ブス島、定冠2転進、突破争い残り半周、松本しのぐかブス島逆転か、ラストコーナーを迎えます。3号艇の松本に対して6号艇開いてから最後は左右長を狙っていってズボッと入っていくか、6号艇ブス島入っていった、入っていった、トップ争い6号艇3号艇わずかに6号艇ブス島前に出た、大逆転ブス島1着ゴール。3番松本2着、1番遠藤3着、その後ろ2番4番、ラスト5番の順で五輪。